はいどうもアニマルパテモスでございます。というわけで今回も前回の続きで大型水槽買ってきちゃったぜベイビーみたいな感じの動画となっちゃいます。はい、プルプルしながら運び込んだバカでっかい袋、はい、こちらですね。30キロぐらいあったと思う。実はもう一袋サンタクロースのように持って帰ってきた袋があります。でかいでかい、もう本当に俺のボディを傷つけるすごい重さです。これ本当にやべえな。これでもちょっと水抜いたんですよ、運べねえと思って。はい、いやこんなバカでっかい袋ねえ運んだことあります？というわけで水をね、水槽から移しまして、水合わせ、もう温度合わせ無理なんで水合わせさせてもらいます。まあ、ただ暑いんでね、日々ね、まあ、近いような温度になってるでしょう。1時間後というわけでまたね、プライバシーぼかし入ってますけども、はい、個人情報ぼかしね、パールーンとキングコングバロット元気にしております。というわけで買った魚はこちら、もう見えておる、もう見えてますね。これね、でかい魚といえば皆さん思いつくのはこれじゃない？とりあえず買えるやつ、ヤロワナ、シロバーヤロワナでございます。はい、ちょっとヘッドダウンならぬヘッドアップになってますね。うん、なかなかでかい、70センチぐらいあるんじゃないかなこれ。よし、それがもう一匹入った、もう一匹入った、やべえ、過密水槽、若干過密水槽です。というわけで今回買ってきたお魚は前回購入いたしましたパールーンと、キングコングパロット、そしてシルバーアロワナを2匹バカでかいのを、はい、買ってまいりました。こちらの魚買うつもりなかったんです、買うつもりなかったというね、買う予定じゃなかったんですけども、キングコングパロットとパールーンを引き取りに行った際に水槽バカで90センチ水槽ね、90センチ水槽じゃない、150センチ水槽かな、それぐらいの水槽に泳いでおった2匹、はい、でそれをね、出品者の方に言ったらね、あ、いいですよって、うん、売りますよって言ってくださいまして、購入いたしまして、早漏、はい、誰が早漏や。んでね、両方とも目だれはしてます。で1匹に関してはでかい方なんですが、顎ずれしてますだもんで、おいオスフロこれら何すんじゃ悪くそ、まあ、下顎前つかんでガクガク言わせたろか、このカス本当にこいつが本当にろくでもない。まあね、入りたてでちょっとね、いちびってますけども、本当にこいつのこの暴君を何とかしたい。そのために入れたんですけども、暴君ってますね、まだね。で、一応この大きい方がまあ70センチ以上ありまして、ちっちゃい方でもまあ70センチぐらいあんのかな、目測ですけどね。うん。で、ちっちゃい方、数時間後になっちゃった。まあちょっと穏やかになっておりますけどね。落ち着きも来ました。オス風呂が、あそこが定位置になってます。未だに。もうこれから2週間、ぐらい、3週間弱経ってます。今現在ね、これ入れてからね。もうオス風呂があそこ定位置で、ほぼ喧嘩がなくなりました。で、まあ、先ほどもちょっと話戻りますけども、顎ずれしてない方がちっちゃい。メダリは固めしてます。これ手巻きのやつですね。はい。で奥にいるのが顎ずれしててでかい80センチ弱ぐらいあるメダルしてます両方で、まず、メダルしている顎ずれしているの方は5000円、バビーンみたいな、お気に、ね、帰って発送してもらってるわけじゃないんでね、送料かかってませんしね。でちっちゃくて、顎ずれしてなくてメダルだけしてる方が8000円、締めて13000円2匹、安いんじゃない、お安いでしょ、きっと安いんじゃねえのかなってね思って、あ、じゃあもらって帰りますっていうことで、この4匹下にいるパールーンとキングコングは、おらこらすほら、お前それ食い物ちゃうボケカス、お前何ひれ、お前チュパチュパしとんじゃこのカスは、こいつが本当なんとかしなきゃいけねえ、ほんま3枚におろして白身フライにしてやろうかなっていうね、それぐらいの気持ちにさせるぐらいの暴君度、はい、本当に厄介な野郎ですね。でまあそれをね、
13,000円、そしてパールーンとキングコングパロット入れてプラスまあ1,000円ぐらい、1,000円ちょっとで、まあ、14,000円ちょっとぐらいで買って、まあ、私も、ね、あのパールーン60円、キングコングパロット1,000円ぐらいでね買っちゃってるんで申し訳なかった気持ちもね、お支払いをしたことによって少し、ね、堂々と持って帰れる立場になりましたので、うん、よかったんじゃないかなと思います。まあ、今こんな感じで過密というほど過密ではないです。前はこれにまだアジアアロワナがね、1匹ぐらいおったんですけど、前はアジアアロワナ1匹と、ブラックアロワナのでかいのが1匹と、あと、あ、そっか、アルビノシルバー、ウルトラショートが2匹のいた、4匹アロワナいたんですけど、まあ、ブラックが死んだあたりからもうボン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 減っていきましたけどね。まあですが、まあそれに近いぐらいの過密度にはなってきたんじゃないかと思います。で、まあ一番変わったのがこの、ロイヤルトーマ。ロイヤルトーマじゃあ、チャンナマルリオイデスデッド。こいつがね、表に出てくるようになって、端っこにずっといた時には黒かったんですけども、発色が上がってきましたね。茶色い部分が出てきて、ちょっとここでは分かりにくいんですけども、真ん中に出てこれるようになりました。オスフロを端に追いやりました。はい。やべえな、本当に。過密の効果すごいです。ただ水汚れがね、すげえしだした。ちょっと白い汚れしたりとかね、しだしてるんで、まあ、そろそろ、FRP の巨大水槽に移したいな、なんてね、思っておる次第でございます。というわけで、こんな感じで、なかなかいいんじゃないのって感じはするんですけどね。これぐらいの量が本当は。ねえ。というわけで今回はこのような感じで4匹お迎えしたという感じで、お安くね。ただちょっとあの FRP 水槽を立ち上げるにはまだちょっとこのサイズぐらい2匹ぐらい欲しいなと思いながら、はい、こちらが180センチ、奥行き120センチ、高さ90センチの FRP 水槽、水漏れをしていたんですけども、全部、中、やり直してもらいました。 FRP 貼り直してもらって、でガラス面が汚かったんでちょっと掃除しましたが、汚れは取れませんでした。後日、業者に来てもらってクリーニングしてもらったんですけど、それでも取れなかったので、もう仕方がないので、これ1週間2週間ぐらい経ったぐらいで水を張っているという次第でございます。いよいよ水を張った俺チェケラ行きますよ、こちらのデゲー水槽。はい、まあ、というわけでね、今回は前編後編となりましたけども、バカでかい水槽で、バカでかい魚を4匹買ってきたという動画でございました。また何かあったら動画投稿したいと思いますんでね。はい、アニマルパテモソでした。アニモー。